優しい人なんだなと。おばあちゃんが騙されたって言われた日、おばあちゃんは家に帰ったのか会社戻ったのか覚えてない。涙を流しながら設計や建築の基礎を、要するに現状っていうのはまだ新築の方が圧倒的に多いと。ただ新築は頭打ちで減ってるんだと思うんですよ。リノベーションっていわゆるまあ大きな括りで言うと増えてると思うんですよ。リノベールがやってるに近い代表的なイノベーションは増えてると思うんですよ。いわゆる先駆者って言っていいんじゃないですか。次回のカンブリア宮殿は古いマンションを大変身させるリノベーション。新築の3分の2の価格で手に入る。愛着感っていうのが全然違います。不動産の常識に挑むベンチャー。古いものを残しながらその型に合わせて作り変えていく。理想の我が家を安く。中古住宅革命の全貌に迫る。